イーグルはイギリス海軍の航空母艦。看板号は R05。イーグルという艦名のイギリス海軍艦としては15代目であり、航空母艦としては2代目である。イーグルは1942年に改めインプラカブル、旧空母、オーディシャスとして寄港された。設計開始時には、アメリカ海軍のエセックス級や日本海軍の運流型などと同時であったが、本艦の設計は、 第二次世界大戦終結当時でも非常に先進的なものであったため、ほぼ設計通りに建造された。その後、1946年1月に官名がイーグルに改められ、1951年に完成した。現役時代、イーグルには二度にわたって大規模な近代化改修が施されている。1954年から1955年にかけて、 行われた回収では5.5度の角度がついたアングルドデッキ、ミラー着艦装置が装備され、代わりに単装、ボホース砲3機と6連装、ボホース砲1機が撤去された。また、関西機もそれまでのファイアフライ、ファイアブランド、アタッカー、シーホーネット、スカイレーダー60機から、シーホーク、アベンジャー、スカイレーダー、ドラゴンフライ捜作、 救難ヘリ60機に変更された。1959年から1964年にかけて、デボンポート造船所で行われた改修では、後部の4機を除く 114mm 砲と 40mm 砲のすべてが撤去され、新たに角度が8.5度のアングルドデッキと、新型レーダー、4連装 C キャット近距離サム発射機が装備された。また、関西機も C ビクセン、シュミター、 ガネット、ウェセックス45機に変更された。イーグルは1956年のスエズ動乱において、英仏空母部隊の一翼を担い、シーホーク、スカイレーダー、ワイバーン、シーベノムからなる航空軍を運用した。1964年には、インドネシアにおける紛争解決のために極東に派遣された。さらに、1966年には、 前年に一方的に独立を宣言した、ローデシア共和国への石油供給を防ぐために、ベーラの近海でベーラパトロールと呼ばれる海洋封鎖、紹介任務に従事した。しかし、ローデシアと同様に白人優位の人種差別体制を敷く、南アフリカ共和国やモザンビークを統治するポルトガルがローデシアへの石油の輸出を続けたため、その効果は芳しくなかった。 1967年には紛争地域からのイギリス軍の撤退を支援するためにアデンに派遣された。イーグルは1969年に再び極東に展開した後、イギリス海軍による F-4 の艦上運用試験に使用された。しかし、常時 F-4 を運用するためにイーグルを 回収するには多大な費用がかかるとの判断が下され、イーグルは1972年1月に退役した。退役後は同警艦であるアークロイヤルの部品ドリ艦となり、最終的に1978年にスクラップにされた。ありがとうございます。